かねてから GT4 オンラインで日本のファンとぜひとも腕前を争ってほしいと願ってきた我々の要望に応え、ついに一人のフランス人が成田空港に降り立った。その名はセバスチャン・ローブ。ローブは二十歳を過ぎてラリーを始めたにもかかわらず世界ラリー選手権シリーズチャンピオンを獲得する。そして2005年にはル・マン24時間レースに参戦。しかしラリーチャンピオンではあってもル・マンに初参戦するには誰もがサルトサーキットを10ラップ走るルーキーテストをクリアしなければならなかった。くしくもそのテストはトルコラリー最終日。ローブはこのラリーを見事優勝で飾り、すぐさまチャーター機へと飛び乗ると、その機内には驚くべきことになんとグランツーリスモ4が用意されていたのであった。この移動中にグランツーリスモでサルトサーキットを走り込んだローブはそのままルーキーテストに挑み、無事規定の10ラップを走り終えたのである。さらに驚くべきことにローブが最終コントロールラインを通過したのはテスト終了時間の20秒前のことであった。都心へと向かう車中、ローブは心よくインタビューに答えてくれた。Mais pour moi, c'est toujours sympa de venir au Japon parce que c'est très dépaysant pour nous. On n'a pas, c'est le seul rallye qu'on fait ici, et donc c'est toujours très très différent, la culture et tout ça. Donc c'est sympa une fois par an de venir au Japon. Mais. I think it's a good idea. After that, I think I'm more competitive in rallies than I am in Gran Turismo. But okay, I will try to do something nice, yes, and to have fun. Narita から直接ポリフォニーデジタルを訪れたローブをグランツーリスモの生みの親であり山内和典プロデューサーが出迎えた。そしてついにセバスチャン・ローブの GT4 オンラインタイムアタックが始まる。レギュレーションはマシンにペスカローロ C60LMP ジャッドレースカーを使用しサルトサーキットでのタイムアタックに決定。 Everybody is manual transmission? Yes, manual or automatic. Oh, okay. Free. Free? Yes, yes. 午後7時のエントリーと同時にいきなりアクセル全開でスタートしたローブの走りに山内をはじめ周りで見ている者たちから驚愕のため息が漏れ出た。このままのスピードで走り切るのかと誰もが思った瞬間、よもやのコースアウト。限られた時間内のタイムアタックだけにこれを見た山内が瞬時に中断、リスタートを申し出た。再びタイムが刻まれ始める。常に6000回転以上の高回転域をキープしながらもゆったりとしたステアリング操作でコーナーを抜けていくドライビングテクニックに周りにいる誰もがただ息を潜め見守るだけであった。そしてついに先ほどコースアウトしたテルトル・ルージュが、二度と同じミスを繰り返さないプロの技に山内も笑顔で納得。ローブ自身ル・マンでの実走行を思い起こしたのかさらなる全開走行。最終のフォード試験位を駆け抜けいきなり3分13秒343のファーストラップをマークしたローブを歓声と拍手が包む。すごい。
しかしローブはそんなタイムや賞賛に満足することなく、次なる周回の第2セクションにおいてコンマ477のタイムアップを果たす。やっぱり瞬間の瞬間がさ、どっちに行ったら速いかもう分かるんだよね。ここに来ちゃったからもうこっちだっていう、その判断がすごい。真剣な眼差しで見入る山内を横目に、インディアナポリスでは前走よりも1秒043上回るタイムで通過。しかもさ、ちゃんと相談しながらこのタイムってすごいよね。誰もが大幅なタイム更新を期待し、息詰まる思いで見守る中、ローブは3分12秒207のタイムをわずか2回目のアタックによって叩き出した。これはすごい。このタイムを申請するためローブはアタックを一時中断。この時走ることに新たな感動を覚えた山内が自らステアリングを握ることとなった。途中ながらもローブのタイムは現時点でトップ。これを聞いた山内は、こっちはやりがいがあるよと言いながら内なる闘志を燃やしステアリングを握る。アタック再開したローブも今まで以上の真剣な表情でステアリングを操る。それに負けることのない巧みなステアリング操作で山内もコースを攻める。常に周回を重ねるごとに速さを増していくローブ。その走りのどこにその秘密が隠されているのか。ローブがさらなるタイムアップを目指し、今スタートラインを駆け抜けていく。
大歓声が沸き起こる中、表示されたタイムは3分11秒298。楽しかった。山内はこれまた自己ベストの3分11秒696をマーク。最終結果は11秒台を出し、ローブが10位。そしてくしくも山内が11位という結果であった。It was a real pleasure to drive here against a lot of different players like this, and also for me it was really interesting to come here and to see all the development studio, and it's really impressive to see that and to see the new Gran Turismo for the new PlayStation is the picture are really impressive. 今回のイベントがですね、ちゃんとこうローブがすごい走りを見せてくれて終わるのかどうか、すごく心配してたんですが、もう全然それは杞憂でしたね。僕らの想像を超えるいい走りをしてくれて、走りで人を感動させるっていうのは、ゲームでも本物でも変わらないんだなっていう、すごくユーザーとして稀な体験をしました。感動しました。ローブ選手を応援する日本国内のたくさんのファンから多くの応援メッセージが送られてきた。ラリーというフィールドにとどまることなく、さまざまなレースに挑み続けるセバスチャン・ローブ選手の活躍に期待すると同時に、今後も声援を送り続けていきたい。